はい始まりました給与明細チャンネルです。毎日投稿してるのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。で今回は事務職正社員3年目22歳の方の給与明細です。仕事内容は経理業務で資格は、えー、募金が必要です。勤務時間が150時間,150時間の残業が2時間。収入が月収12万、年収100万、ボーナスなし。不満としては給料が少ない。 やりがいは給料は少ないが慎重に進めていくことにやりがいを感じるで給与明細です基本給が13万800円でえ交通費7860円と残業手当で1094円総支給が13万9754円そこから控除が1万9273円引かれて手取りが12万481円となっていますこの方は3年目の22歳なんですけど え月150時間勤務してこの手取りなので多分明らかに、えー、法律で決められている時給より下なんじゃないかなっていうふうに思,う思いますねなんか少なすぎてかわいそうなくらいの給与明細でした今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします